バナナまんじゅうは、北海道十勝総合振興局、中川郡池田町の名家。バナナを模した形状と風味が好まれ、100年以上の歴史を持つ。類似商品は全国に存在しているが、1905年に作られた北海道池田町、米倉商店のものが元祖と言われている。本校では池田町で販売されているバナナまんじゅうに関してのみ扱う。また、簡単に、 米倉商店についても扱う。この饅頭は小麦粉、鶏卵で作った饅頭生地にバナナの香料を混ぜ白あんを包んだもので、形状もバナナに似せている。バナナエッセンスを使用しているが、実際にバナナそのものが含まれているわけではない。これはバナナ饅頭を作った当時、バナナは大変高価な果物で、入手しにくいバナナの風味を大衆に楽しんでもらおうと、 考案されたからである。バナナまんじゅうを販売する米倉屋は、JR 北海道根室本線池田駅の正面に一致している。バナナまんじゅうが作られた1905年頃、北海道では、釧路から始まった鉄道が、一旦池田まで開通したところで池田駅開業に伴い、それまで呉服や雑貨を扱っていた米倉三郎が駅弁屋を始めた。米倉は当初、 親子弁当を販売していたが、新商品として、まんじゅうを販売した。当時は、駅構内で数人の立ち売りを使って売っていた。現在、米倉商店は経営するレストラン米倉裏の工場で製造されている。かつては、レストラン側にホテルも経営していたが、現在は取り壊されている。JR 北海道池田駅、帯広駅、釧路駅他数箇所で販売されている。 JR の特急、スーパーオーラ号の車内販売品目だったが、2017年3月4日のダイヤ改正でスーパーオーラの車内販売廃止となった。ありがとうございます。